山大国の秘密は、高木明光の推理小説。高木明光作品の中のベストセラー小説の一つで、ある。1972年、公文社版、高木明光長編推理小説全集の刊行の中の第15巻の都会の狼と共に収録される、新作 B として書かれた。 前週版は1974年1月の観光で、改訂版が1976年9月に、東京文芸社から観光の後、1979年4月観光で、角川文庫に収録されている。カッパノベルス版が半年間で35万部販売された。ジョセフィンテイの探偵が、 ベッドで推理するというベッドディテクティブスタイルを真似ており、同じタイプの作品には先行する、チンギス汗の秘密、後に書かれた古代天皇の秘密などがある。この作品は高く評価され、アラ・マッサと大内茂雄は歴史派の推理小説として、出色のものだと思う、推理小説の臨界を極めたもので、純粋推理文学が実現されたとそれぞれ評価している。 初版で方角の決定法において、初歩的なミスが見つかった。王道修正説と作中で示した、春分の日、秋分の日に太陽が真東から昇ってこないと、コーズ京介は誤解し、義手の考察した東西南北は、現在のそれとずれているとした。発売後、読者の指摘で、ミスが作者に連絡され、カッパノベルス版が増札する中で訂正がなされた。 他の山大国研究者から様々な指摘もあり、結果的に先行する説と類似したが、これについて高木は過密にすでに発表されている候補地にたどり着いても、その論拠や推理過程が重要と語らせ、批判を一周している。山大国の論考を執筆している松本清張との間でも論争が行われた。それらの指摘に対する反論は、 山大国の陰謀と題して交換されている。高木自身、王道修正説に代わる新たな方囲の指針を決定し、大幅に山大国の秘密を過失開項した。その結果、初版では全18章だったものが、開講審判では全22章になっている。名探偵、孔津京介は急性肝炎で東大病院に入院する。 友人の松下健三が山大国をテーマにして長編推理を書きたいのでこれがどこにあったのか推理して欲しいと頼み込んだ。山とか九州かの選択から義士は人伝の話になる。古くから候補地が上がっているが万人の説得できる説は出てこない。義士の記述通りになぞってゆくと山大国は海の中になってしまう。松本清張との論争は 小説推理1974年7.10月号、9.11月号、参照。経緯に関しては、佐野洋、ミステリーとの半世紀277から281ページも参照。題名は、山大国ではなく、山大国となっている。これは、古田武彦が、山大国の論理において、山大国の秘密は、辞書。 山大国はなかったからその説の一部を登用していると主張したことに対する反論が中心となっているためである。古田は、儀式和人伝に登場する女王国は、山大国ではなく、山大国が正しいと主張していた。山大国の秘密跡とき、解題、明快な論理で、光津京介が日本史の謎に迫る山崎譲る。ありがとうございます。